ただいま、ありがとう。始めてまーすみたいな。おかえりなさい。ただいま。ぴったりでしょ。そうなの。終わったらってね。まさかの第2部です。そう、さっきあれだよね、メイクの話してて終わって、そうなの。明日はお仕事が2本立てで、はい、朝から結構夜までなんですけど頑張ります。そう、今週もね、いろいろお仕事あるので楽しみます。で、土曜日の柏崎のリハとかもあると思うし、てかあるし、絶対に絶対にあるんだけどそう、リハもあったりしまして、頑張ろう。ちょっと顔冷やしてた。なんか本当にさ、お風呂上がりほっぺ真っ赤になるの超嫌なんだよね。これすっごいもう一生コンプレックスだし、どんだけなんかスキンケアとか頑張ったり、その薬飲んだり漢方飲んだりしてるのになかなか治らなくて、でもこれでも本当に治った方なんです。だからあんまり触れないでください。私のコンプレックスなんで、ほっぺが赤くなること嫌なの、うん、そう、ずっと直したいって思っていろいろやってるけど治らないの。そう、なんです。でもすっごい気にしちゃうんだよ自分では。中岡さん、ご結婚されたんですか？おめでとうございます。今発表があったのかな。うわ、おめでとうございます。びっくり。おめでとうございます。愛なんでお世話になって、そう、ラーメン部のね時もお世話になって、うん、懐かしい愛南、うん、そう、今週ねすごい楽しみなお仕事が一個あって、そうなの、めっちゃ楽しみなんだ。嬉しいお仕事があるんです。全部嬉しいけど、けど今週あるので、またお仕事終わったら言います。また教えるね。そうなんだ、そうなんだ。そうだ、土曜日さ、春ブロック土曜日ポジション、公演のポジション違ったじゃないですか。そうで、春ブロックもう初めてだったの、そのポジション変わって。だからその曲の練習もあったんだ。そういえばいっぱいあったでしょ、いろいろ。そうなの。
土曜日はあれやりました、ボール投げしました。なんか久しぶりだしって思って。でもね、ボール投げ意外とすぐ順番回ってくるんですよね。そうそう、だから土曜日ボール投げたのももういつもと真逆だったの。そう、かさ、あれさ、生誕の日だと生誕メンバーが全部投げることになってて、そう5個、5つ全部投げるんですよ生誕メンバーが。あれいいよね。、うん、そうなんだ。カゴ持っていくやつ。あれ面白いよね、なかなかボール投げ、うん、そうだよ。だから自分の生誕の時は全部自分がボールを投げるということになる。るんです、うん、確かに生誕はさ、そう、どうしよう、ボール100個くらいあってほしいよね。わーって、なんかもうなんかボールプールみたいな、そう、こうやっていっぱい持って、おー当たったー。当たりました、ありがとう、ギフト当たりが出た、なんかいいね、豆まきだね、うん、ねえ、そうなの、ビンゴとかもねあるから、みんなに、ね、みんなにあげたいって思う、あいつ、うん、そうで、私今週後輩の生誕初めてだよね、だよね、だからどんな感じなんだろうってちょっとワクワクしてます。そう、初めて、楽しみ、嬉しい、そうなの、意外だよね。私もなんか後輩の生誕も出たことありそうだなと思ったけどなくて、そう、ドキドキ、楽しみだな。さあ、スイスイです。やっぱ後輩もさ、先輩がいる中での生誕ってめっちゃ緊張すると思うから、多分自分だったら絶対そうだから、なんかなんとかめちゃくちゃ盛り上げてあげたいなって思います。うん、あ、来た、え、何これ、なんて読むのあれ。すいません、私漢字が読めなくて。アジ。アジをいただきました、ありがとう、盛り上げるね私、うん、盛り上げます、生誕 MC で。
アジいただきました。アジ食べたいな。アジ食べたいな。食べて。わかった。生誕続きだ今月。お寿司はね好きだよ。あのねアジとかも好きだし、アジサバとか。うん、なんかお寿司は結構何でも好きです私。あと なんだっけ、イワシとか あんまないかちょっとわかんないけどあ、小肌とか、うん、好きです。はい、そう、お寿司はね、なんか今まではね、これクイズ、これ私読めないよ。魚に青は、サバ、サバですか。え、当たった、やったよかった当たっちゃったふうふう、危ない危ない、やだこれクイズだバレる、漢字読めないの恥ずかしい、嫌わないでください。あ、また来た。次はなんだ？これはサバ？サバじゃない、さっきのやつですね。なんだっけ？いや、もうサバと味が分かんなくなっちゃった。うん、でも同じモデルだ。危ない危ない。危ない危ない。一緒だった。確かに何種類あるんだろうこれ。うん。味、あーでもこれ勉強になるな。そう、この間昨日なんか楽屋でね、そのキモと姉妹が一緒にゲームやってて、でそれがなんか早押しのクイズのゲームをやってたの。めっちゃ仲良くない？二人やってたんだよそう、だからもうあのすごい、何やってんだろうと思って見てたら、早押しのその全国の人と戦える早押しのクイズゲームやってたの。そうで、何エモって思って、私も混ざったそう混ざった。それで私もそのゲームしためっちゃ楽しいの。で私もよくたまにやってるんだよ、暇つぶしで。そうオンラインでもうほんとランダムにそのなんか全国の人とクイズの早押しバトルができるみたいな。でそのクイズはもうほんとにまんべんない感じ、ちゃんとこう何、いろんなジャンルのクイズ、エンタメ系もあるし、ちゃんとこう歴史系もあるし、なんかそう常識クイズみたいなのもあるし、ほんとランダムでクイズ出るんだけど、そう私もやった、全然難しくても何も分かんない。そうでもたまに正解できるやつがあって嬉しかった。うわこれやったわみたいな、学校でやったわがたまに出てくるんだけど、それそうめっちゃねなんか楽しいんだよね、うん、だってさなんか何 WHO みたいなやつとかさ全然もう忘れてたけど、その条約みたいなのとかそう
むず、何これ覚えてないんだけど。でも意外とまだその時の学校の記憶がまだあって行けました。はい、ほとんど無理なんだけどね、全然答えられないんだけど、うん、そうアイドル系のクイズが出てくれたらいけるんだけどね。でもなんかたまにそういう勉強、何クイズやるともう楽しくて、あこれなんか自分のためになるかもって思ってやっちゃうの。そうだから私たまになんかアプリでその漢字練習みたいなアプリとか入れてるんですよ。そうそう、なんか漢字の書き読み書きの問題のアプリ入れてたまにやったりしてる面白いよね。そう漢字練習してるんだ私。だってさ、もうなんかやっぱり勉強でもほんと抜けていくんだなと思って、どん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 、そう、え、そうで私企画のクイズ本当に苦手なの、やりたくない、うん、だってもうさ抜けてるんだもん。だからあんまり今までその MC とかでそのクイズ系はもうほんと避けてきたのね。だからでももしいつかさ、もうなんか避けられない時がきっと来るじゃん、これからクイズやらなきゃいけない時来ると思うから、もうその時のためになんかたまにやってる感じとか、やりたくないけどクイズ系。そう、そもそもさあんまりこうもう文章書くとかもないじゃん、うん、だからたまにその書いたりするとあれなんだっけこの感じみたいな思い出せないっていう時があって、もうそこで実感するの、うわもう全然ダメだ今って思って、うん、だからあの本当なんか自分でこれまずいなって思うのよたまに。さすがにこれは抜けすぎてる、うん、だからやるのクイズ系のアプリをその自分が嫌になってくる、あれこんなに私って何も漢字とか知らないんだって、うん、そう、もう今の時代はさスマホがあるじゃん、スマホがあるからさ調べちゃうじゃんすぐ。そう漢字ってさなんか読めても書けない、結構意外と書けないんだなって思って、だからなんか書いてるスマホで。お話し会でゲームしよう、え、ちょっといいよあの勉強させて私のことお話し会で勉強しよっかなそう漢字とかなんかやっぱ書かないともう忘れていくもんだなって思って悲しくなっちゃって、うん、だから私はたまにそうやって漢字のアプリとか漢字のクイズのアプリとかやったりなんか本読んだりとかしてこう保ってるの自分のこのなんか情緒うわーってなるのよ最近、うん、前からなんだけどこんな自分嫌だってなるそうあれなんでこの漢字も書けないんだろうって、もしこれから何かテスト学力テストみたいなのがあったらもう私の本当にこんなのに24歳、今年24歳になるのにさなんか後輩よりさそう漢字が書けてないみたいな感じだったら本当に嫌じゃん嫌じゃん
そう、だからちょっと最低限ことはしようって、迫力テストまあ本当やりたくない、やりたくないんだけど、どうかこれからのアイドル人生もうまいことをこうやって学力テストを避けて生きていく予定なんですけど、うん、でもいつどこで何があるかわからないし、なんかさこの間ニコ生であったじゃん、なんか常識クイズあったじゃん、年末だっけあれ去年の年末か、あの私英語の問題だったやつあっぶねーって怖い本当ああいうの、うん、覚えてるよ、あの12月英語でなんというみたいな怖い、よかったそれ解けて、いやそう私あの中学校の頃はなんか中学校の頃英語めっちゃ好きだったの、そう英語の英語好きだったから、そうだからその頃の英語ならもういけるんですよ、僕でも高校に入ったから一気に英語が難しくなって、なんかあんまり自信ないんだけど、中学校の頃はもう英語の授業とかすっごい好きで、なんか英語だけはもうずば抜けて成績がずっと良かったんですよ中学校の頃でもやっぱ高校に入ってから難しくなって、なんか高校英語そうだからよかったあの解ける問題で、うん、でもね高校に入ってからも英語はすごい好きだった、できないけど、難しいね、やだな、だからあの英語はできません私、中学でもあの終わりました、だから話せないし、だからさその年末のニコ生のクイズはもう震え上がってました、どうか難しい問題は来ないでくださいって、うん、懐かしいねあれえ12月だったよね確か、いい子で、そうだからニコ生さんはね、でも何が次は何が来るかなそう分かんないからさ覚悟しとかないと、でも大体いつもさそう楽しい系なんだけどね、でもあれ面白いよね、罰ゲームのあの苦いお茶とかまずい飲み物とか全然まずくないんだけどね、酸っぱ系の飲み物とか、うん、夏の告白タイムブル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 告白やばい告白やだ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 ちょっと私2月14日来年の2月14日ちょっと予定あってちょっと出れないんですけど、よろしくお願いします、うん、そう予定入っててもすいません、そう予定入っててだからもうあの NG で不参加になっちゃうんですけど、すいません
入ってて、ちょっとね、どうしてもね無理なんですよね、その日は。どうしてもちょっと2月14日はちょっと病院とか行かなきゃね病院とか行かなきゃね、うん、そんなわけないだろ、そんなわけないんだよ、 NG な日とかあるわけないじゃん。出るよ、出ます、出るけど絶対やんないんだからね、告白なんて絶対やんないんだからね、無理無理無理、やんないやんない、やらないやらない、わかった、2月、いいこと思い出せた、いいこと思いついちゃった。もうね、2月じゃ13日前日にもうカラオケですっごい一人でもう、うわーみたいなシャウトしてこう喉を壊しまくって、うわーい、うわーい、あーすごい、もうなんかデスボイスで歌って、もう喉を潰してすいません、今日は声が出ないので、ガサガサでも告白できる、そんなことはしないんですけど、だって今後に響いたらあれだからねそれかどうしようかな、どうやって返しようかな、それか、うーん、あ、わかった、さ、ニコ生って絶対最初になんか自己紹介、そのなんかオープニングトークみたいな時間あるじゃん、自己紹介と、あれをめっちゃ長くして一人でこう自己紹介に尺を3時間くらい使えばもう時間切れです、告白ないなしですってなって回避できるかも、あ、これはいいね、これはいいかも、うんうんうん、すごくいい案思いついてしまった、そう、はー、私いつも最近 MC 任せていただくじゃないですか、でいつもお知らせタイムあるの分かりますか、指定のギフトをいただいた方になんか1万ポイントのギフトをいただいた方全員にサイン入り、今日の出演メンバー全員のが入っている、そうだ、もうね私覚えたよ、あれ何回もやらせてもらってるからね。じゃあ行くよ、うん、はい、ここでお知らせです。本日の配信では素敵なプレゼントを用意しています。指定のギフト1万ポイントのギフトを送ってくださった方には今日の出演メンバーが写っているサイン生写真12番の1枚、そして3万ポイントのギフトを送ってくださった方全員に今日のメンバーが入っているサイン入り生写真12番サイズ写真を抽選で全員にプレゼント抽選です全員にプレゼント。ここで注意です。このプレゼントはこの応募フォームにお名前と年齢生年月日を書いていただけないと
発送できません。なので締め切りは明日23時59分までに、お名前とご住所を書いて応募フォームに投稿してください。じゃないと送れませんのでうろ覚えね。いや、そろそろ台本なしでいけると思ったんだけどな。やっぱまだ無理だったわ。そうそう、やっぱ無理だったね。あれなかなか難しいでもあのエッサの、全然話変わるんだけど、エッサのさ、絶対こう決め台詞みたいなのあるじゃん。オーディオコンテンツプラットフォームオーディでは、今日の配信で今日の放送で入りきらなかったものを生配信、その様子は明日アップされるのでお楽しみに。 JFN オーディオコンテンツプラットフォームオーディではまた FM775 をつけて投稿してください。 X かっこ Q ツイッターでは、いけてない？そう、こういうのね。あと影穴は絶対もう覚えてる、自信ある。じゃあいきます。大人からキーンコーンカンコーン、おー、キーンコーンカンコーン。本日は NGT48 劇場思い出いっぱい公演にご来場いただきまして誠にありがとうございます。開演に先立ちまして皆様にいくつかのお願いを申し上げます。どれも大事なことばかりなのでしっかり聞いてくださいね。はーい。公演中席を立って移動する行為は危険な上、他のお客様のご迷惑となりますので絶対におやめください。また撮影機器、録音機器などの持ち込み使用は禁止となっております。私たちの全力のライブは映像ではなく思い出として持ち帰ってくださいね。また本日演出の都合上客席内の非常灯を消灯いたします。災害時には非常灯が点灯し係の方が誘導いたしますので指示をよく聞いていてください。はーい。館内は禁煙です。おタバコはご遠慮ください。また演出の都合上客席内の非常灯あれ分かんない現実、おタバコはご遠慮ください。はーい。あダメだ。あらかじめ出入り口の確認お願いいたします。みんなの方が覚えてた。で、館内禁煙です。おタバコはご遠慮ください。さあ、まもなく NGT48 思い出いっぱい公演開演です。皆さん盛り上がる準備はできていますか？以上ななみこと大塚ななみでした。バイ。これさ、8割はいけてない？いや、やっぱ覚えたな。うんうん、ナミーン、ありがとう。こんな感じですね、うん、おお、やっぱりこれだけね、いつも鍵穴させていただいてるといけるもんですね、うん。この番組は安田ヨーグルトの提供でお送りしますとかね、うんうん、来たな、はっ、サバ確かに最近鍵穴来ないんだよね、あんまり。いや、こないだやったか、うん、そう、エッサね。そうね、本当にね、安田ヨーグルトさん本当にいつもありがとうございます。
土曜日のお昼にやった、やったやった。ララ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 。それさ、公園のやつやってるよね。めっちゃ面白い。あー待って、告白の話からめっちゃそれちゃった。まあということでなんですけど、私は今年こそなんとかして告白を回避してみせます。無理だけどね、無理だよ、無理だから半年前からもう考えておくね、告白。さあ今年はさ、本当に 70% とかのこう、なんかね、私もなりたいよ、98.何%とかニコ生、そうなりたかった。そうなんだよ。なんでだろう、私じゃあダメなのかな、ちょっとなんだろうなあれ、あれかな、2月付近はほんともうその正統派に全振りすればいいのかな、もう1ヶ月前くらいから準備しといて、ニコ生のために、そう1ヶ月前くらいからすごい公演中もなんかかわいい、かわいいみたいな、そうキャラ編1ヶ月前から準備して、で2月14日に99.9% みたいな。無理ですね。本当にちゃんと分析しておこう。どうしたら私でもニコ生で高得点を叩き出せるのか考えて、今年こそは来年こそは、次のニコ生こそは本気で頑張りたいと。難しいな。って感じで。確かに私服とかも大事かもね。私服も髪型とかも次はちゃんと本気で自分じゃない感じで挑む、フリフリキュルキュルの感じで、そう私私服ね、そういうの普段あんまりフリフリ系をあんまり着ないからさ、そう格好から入っていくという感じです。そうだからさ、7月の私服もまあね考えておこう。なんか南部製なのかとかも全然わかんないから、服とかねどうしようかな、お話し会ね、そう今から本当に楽しみにしてる。
通はなんか多分私の予想だけど、その最近誕生月のメンバーが始まったじゃないですか、誕生月のメンバーのおしゃべり会、あれと同じ感じになるのかなとか思ってるんですけど、あれってみんな一緒、南部とか、南部とかあるんですか、南部でみたいな、あんな感じなのかなって私は思ってて、その同じガタファンのやつだから、あ、部があるんだね、うん、南部とかなの、うん、あ、キューブまであるんだ、そうなのか、あ、そっか、みんな行ってないからわかんないか、そうだよね、私以外の、え、一部15分どういうこと、一部に、あ、短めでキューブってこと、え、それ結構短くないそれ、あ、そうなんだ、え、一部一回だけなの、あ、なるほどなるほど、あ、そうなんだ、そうなの、え、しかも一人だけなの、んー、どうするの、最大1分話せるのは嬉しいかも、でも、そっか、そんな感じなん、じゃあ全然違うんだね普段やってるのと、ループとかはできないんだ、え、しかもあれだって1人一部1人だって、まあみんなにはあんま関係ないと、ちょっとでも1分短いねあ、そうなんだ、一人一回、うわー、じゃあもうなおさらちゃんと、うん、いっぱいいっぱい話そうそれはもう言葉詰め込まなきゃだ、うん、めっちゃ結構、じゃあいつもより早口で話しますね、短いね、そっかそっか、任せて、早口得意だからさ、うん確かに、ってことは一部の人数めちゃくちゃ少なくないってことなの、最大でも15人とか20人とかってことなのかな、あー、そうなんだね、まあでもね、でも、うん、でもね、こうやって顔を合わせて話せることがもう本当に嬉しいので、はい、もうなんか全てがありがたいです今もうなんかもう話せることが嬉しいから、ありがとうございます本当に、もうなんだかんださ、うん、一言でも会話をするのがもう私は本当に嬉しいので、そっか、え、じゃったらさ、もう20部くらいあっていいよねもう一日中やっていたいというじゃったらオフラインもやってほしいけどね本当に、でももうなんか今までこの半年間何もなかったから、この話せる機会があるだけでももう私はもう本当に嬉しいので、うん、いや嬉しい、でもあれなのかな、なんかこれもただの予想でしかないんだけど、1日で全員やるんじゃなくて、そのきっとメンバーごとに何日から分かれるんじゃないかって私はなんとなく思ってて、さすがに全員だとさ
きついじゃん、そのなんか、うん、全員同じ時間でやるのはその今までとかもなかったから、そうだからそれはありえるんじゃないかなって思って、そう、うん、か私がいつになるかとか、もうそういうのも何も分かんないからまあちょっとドキドキなんですけど、日程分けてやりそうだよね。うん。とね、楽しみですね。よし、じゃあ今日はこの辺で終わろっかな。明日めっちゃ早起きだ、起きれるかな。今日いっぱい寝たからさ早起き頑張るね。めっちゃ早く起きる。嬉しい一日2回も読めて。いきます。73位、おかゆライス。ありがとうございます。おかゆライス。13位、NU、ぬ。ありがとうございます。12位、たかのん。ありがとうございます。11位、のりの。ありがとうございます。10位、たけとも。ありがとうございます。9位りょうすけ、ありがとうございます。8位みちおちゃん、ありがとうございます。7位スキャット、ありがとうございます。6位せってんが、ありがとうございます。5位お酒、ありがとうございます。4位有名なタコになりたい、ありがとうございます。3位クラゲ、ありがとうございます。2位日焼け、ありがとうございます。1位みったん、ありがとうございます。イエーイ、イエーイ、ありがとう。また明日も配信したいです。明日はちょっと遅くなっちゃうかもしれないんですけど配信します。ありがとう、またね、おやすみなさい。今日もお疲れ様、おやすみー。また、ね。